こんにちは、マネリアです。いやちょっと風邪ひきまして、ずっと今日家で寝てたんですけど、どうしてもシチューが食べたいということで、シチュー作っていきたいと思います。人参とじゃがいもを買って、シチューの素は家にあって、玉ねぎも家にあったんですけど、豚肉を買い忘れたんですよ。なので今回は肉なしのシチューを作りたいと思います。でエプロンなんですけど、今洗濯中なので、今日はこのままちょっと風邪気味なのでちゃちゃっとやります。まあ具材はこんな感じで、じゃがいも多めが好きなんで3つと、人参1個、玉ねぎは1個使っちゃっていっか、全部使います。手元だけのあれになっちゃうんですけど、まずは切っていきます。玉ねぎは炒めるんですけど、他のものはレンチンして、先にちょっと温めておきたいので、このボウルに入れます。先に皮むきしましょう。すごくシュールじゃない？後ろ姿だけみたいな。全然皮むけない。もう私じゃがいもの皮むき一番嫌いだわ。芽の部分を抜くのがほんとめんどくさい。はあ、むけ終わった。切っていきます。今回のテーマ、そうですね、まあ適当に話しますか。あ、ちなみにあのすごい適当なんで気にしないでください。そうですね、もうすぐ、あでもバレンタインの話はしたな。最近そうだ、性のお悩みをね、あんまりやってないんですけど、ちょっとシンプルに動画をあまり更新してないっていう。一応お悩みは見てはいるんですけど、すごい適当になっちゃったじゃがいもの形もいっか。何日分だよこれ、一人で食うのに。まあじゃがいもは好きな大きさにカットします。適当、食べれば一生精神。人参は、あ、3秒ルール、マジで大丈夫、今のはセーフ、ギリギリセーフ。人参は輪切りにしてから半分に切ります。こんな感じ。まあ性の悩みもね、そろそろやっていかないとやばいんで、溜まってきちゃったんで。最近のマノの事情はもう動画で話したしな、これといって話す内容がないんだよな。まあ今年の目標もなんか YouTube で言っちゃったんですけど、なんていうの、なんか今年はもっといろんな人と、あの私あんまり人と仲良くしないって言い方すごい悪いですけど、今年はなんかそういうのを、あ、これ電子レンジで一回温めます、克服しようじゃないですけど、玉ねぎ切ります。なんかこう克服、うん、克服が一番正しいから、克服したいなって思ってます。まあ玉ねぎは適当に炒めるんで適当に切ります。なんか最近料理の手際良かったんじゃない私。実は動画を回す前、すごい照明とかの準備をするのがめんどくさくて、あんまり動画には出してないんですけど、自炊するんですよ私が最近。玉ねぎを炒めます。適当ですね、ズボラ料理なんで私のコーナー基本。炒めます。そう、話戻るんですけど、その YouTuber さんっていうか、まあ同業者さんと仲良くしたいんですけど、仕方が分からないんですよ私、コミッションなんですけど。今年はね、もうちょっとこういろんな YouTuber が本業じゃなくて、 YouTube もやってるけど私みたいに違うこともやってるよみたいな人と、なんかこうコラボとかできたら嬉しいなと思います。この間 X チャンネルの方とコラボしたんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、やっぱギャルっていいなみたいな感じを、玉ねぎをちょっとしんなりするまで炒めます。今年はもっといろんな人とコラボしよう、2019にしたいと思います。いや、めっちゃいい匂いする玉ねぎで、豚肉がないんで本来だったらここで次肉なんですけど、野菜入れます。あ、そうだ、冷凍のブロッコリーあるんで、冷凍のブロッコリーも入れたいと思います。ちょっと思った、じゃがいもでかくない？はい、こんな感じで軽く炒めたら、この水に書いてあるどうですか。水450ミリリットル。いやでもこんなに量ないから400もなくていいと思う、350にします。なんか煮込むみたいですね。アクを取りながらちょっと煮込むみたいですね。はい、この間にちょっとあのブロッコリーを入れます。そうで、ルーを1/2とかやったらこれをそのまま入れます。
リーを入れます。で、ひと煮立ち軽くさせた後にシチューのルーを入れます。はい、ということでなんかいい感じにひと煮立ちしたんで、もうルー入れます。今のところ順調じゃない？これなんかスープっぽいよね、今のところ。ということでシチューが完成したので盛り付けます。あ、いい感じです。めちゃくちゃパンで食べましょう。パンで、はい、シチュー完成です。イエーイ、実食。いただきます。うん、まあ、普通にうまいっすね。星5点でございます。コーンスープがやっぱり味噌ですね。ぜひシチューにコーンスープ入れてみてください。あの、本当に美味しいんで、なんかいい感じに料理うまい系の人が作ったコーンスープ、あのシチューの味になります。はい、ということで今回はお手軽な、ちょっと鶏肉なしなんですけど、家にあるもので肉なしのシチューを作ってみました。はい、よかったらぜひ試してみてください。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。以上、マネーリアでした。バイバーイ。